皆さんお元気ですか？元池美香です。がんの中でも死亡率が一番高い肺がん、現在も増え続けていると言われています。先生に詳しく伺います。今回は肺がんです。教えていただくのは鳥取大学医学部附属病院胸部外科、谷口雄二准教授です。谷口先生は呼吸器外科が専門で肺がんの研究を行っています。谷口先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回は肺がんについて教えていただきます。先生、まずこうなぜ肺がんにかかる人が今多いんでしょうか？はい、実は日本においては男性は10人に1人、女性は21人に1人が一生のうちに肺がんにかかるというふうに言われています。皆さんご存知のように肺がんと喫煙は密接に関係しているというふうに言われています。そしてこちら、その関係性を表したフリップ用意しました。そうですね、これは、アメリカにおいてのデータなんですけれども、実はタバコの消費量が上がってきた1990年から30年遅れて男性の肺がんの死亡率が増えてきているということです。アメリカでは日本よりも禁煙の推進が進んでいますので、1960年頃をピークとしてタバコの消費量が減ってきています。で、これから遅れること30年経った1990年頃より男性の肺がんの死亡率が減少している、タバコの消費量に従って減少しているということが言えます。日本においては実は平均寿命が伸びてきているということも肺がんが増えていることに密接に関係しています。それからもう一つ、これは後からまた述べますけれども、検査機器であるとか、それから診断学の進歩ですね、そういったものによって昔では発見できなかったような肺がんが発見できるようになったというようなことも肺がんが増えている一つの理由であるということです。何歳代ぐらいに多いんですか？そうですね、日本においてはこれは男性女性とも60歳ぐらいから急激に肺がんにかかる患者さんの数は増えています。特に日本においては、長寿大国でありますので、寿命が伸びていくに従って、先ほど言いましたけど喫煙とは関係ない形の肺がんというものが増えていく可能性は十分にあるかというふうに考えております。この今ですね、こう電気で加熱する火をつけないタバコというのが流行っていると思うんですが、これは肺がんとは関係はあるんでしょうか？そうですね、発がん物質が体の中に入っていく量とか種類においてはかなりの部分がカットされることは予想されますけれども、これに関してはおそらく今後まだまだ解明していかないといけない部分が多いのではないかというふうに考えています。改めてどのようながんなのか、こちらのフリップで教えていただけますか？はい、実は肺がんができるところはですね、ここに気管、それから気管支というところが右と左に分かれていて、そこからずっと枝分かれしていきます。細い気管支があって、その先端ですね、末梢のところで、できるがんの代表のものとしては腺がん、大細胞がんというものがあります。そして比較的根元の太い気管支にできるものとして扁平上皮がんというものがあります。扁平上皮がんというのは実はタバコと関係しているのではないかということが言われているんですけども、喫煙率が下がっているということもあって、近年は肺の末梢と言いますけれども、細い気管支のさらに先の方でできるということが最近の傾向ということになります。はい、早期と進行がんというのがあると思うんですけれども、肺がんの場合どう違うんでしょうか？そうですね、肺がんの場合、早期の肺がんというものは肺の端っこですね、末梢にできた2センチ以下の肺がんで、
肺の根元とか気管の周りのリンパ節に転移がない、肺だけに限局しているために手術のみで治る可能性が高いものを早期の肺がんというふうに言っています。一方、進行がん、進行した肺がんというのは、この根元ですね、肺の根元のリンパ節、こういうところに転移をきたした状態が進行肺がんということになりますので、そういった進行肺がんになると、手術で、治るということが極めて難しくなるということになります。喫煙もその一つということですが、他にはどういったことが考えられますか？多くは正常な細胞のに傷がつく、特に遺伝子に傷がつくことによってがん化すると、がんの細胞になるというふうに言われています。それともう一つは、先ほど言いました年齢を重ねていくに従ってどうしても細胞自体が、まあ年を取るという形で変化をきたす、異常な変化をきたす、遺伝子に変化をきたすということによって、肺がんが出てくると。自覚症状などっていうのはあるんですか？早期の肺がんではほとんど自覚症状がないというのが一般的で、症状が出てきた場合には進行していることがあります。代表的なものとしては、咳が1ヶ月も2ヶ月も咳が続く、なかなか止まらないであるとか、それから、痰ですね、特に痰の中に血が混じるといったようなものが長引くということであれば、これはまず呼吸器内科であるとか呼吸器科というところを受診することはお勧めします。早く見つけるためにはどうしたらいいんでしょうか？そうですね、早期発見ということが非常に大切になってくるわけですが、検診で行う、最初に行うレントゲン写真というのは、肺の端っこですね、そういうところの影が非常に映りやすいというのがあります。こちらですね。そうですね、実際にこれ肺がんの患者さん、最近増えてきているこういう肺の端っこにできる影はレントゲンで非常に見つかりやすいですので、タバコの関係が少ない肺がんに関してはよりレントゲンで見つかる確率が高くなってきるというふうに思います。最終的にはこの気管支鏡検査によって肺がんの細胞であるとか組織を確定させて、そしてそれをもとに治療方針を立てていくということになります。抗がん剤、それから放射線、手術、3つあるわけですけれども、抗がん剤自体もですね、薬の種類であるとか薬の副作用を軽減する薬も増えてきました。それから、放射線治療ということに関しては比較的早期であるにもかかわらず、いろいろな理由で手術ができない、例えば、心臓が悪いとか、そういった患者さんに対しては、実はピンポイントで、放射線 を当てて、手術に変わるような治療と、放射線治療というようなことも、できるようになってきました。それから、私たちが、専門にしている手術ということになります。最近では特に早期のものに関しては、胸腔鏡といって、いわゆる内視鏡をですね、外側から、中に、胸の中に入れて、そこから肺を見ながら手術をする。そういうことをすることによって、昔やっていた開胸手術と同じような精度の高いものを、小さい傷ですることによって、患者さんへの体の負担を最小限度にするといったような手術もやっています。それからロボット手術というのはですね、患者さんの体の中に入れる道具に関節があって、私たちが動かしている通りに胸の中で器具が動くというようなことによって、さらに精度の高い手術ができるようなものも出てきて、患者さん一人一人に合った治療法を目指していくということになります。すごいですね。
先生、こちらがロボット手術室ということですね。そうですね。ロボット手術では人の手の動き以上の微細な動きを必要とする手術をロボット工学の技術を利用して遠隔操作で行うことができます。ここはロボット手術専用の手術室です。術者の手の動きを忠実に再現しているんですけれども、実際には余分なかすかな震えといったようなものは機械的にデジタル的に処理をして、そこはブロックする、術者が思っているように道具が動くという意味では画期的な手術の道具。すごいです。結構細かな動きまで本当にできるんですね。患者さんにかかる負担というのはどうなんですか？軽減やはりされるんでしょうか？痛みの程度ははるかに小さいんじゃないかなというふうに考えています。この手術時間というのはどのくらいかかるんですか？そうですね、一般的な肺がんですとやはり3時間から3時間半ぐらい、早いものですと2時間半ぐらいで終わりますので、手術時間であるとか傷の大きさ、それから傷自体にかかる機械的な圧力ですね、そういったようなものを全ての面において、患者さんにとって、優しい医療機器ということが言えるのではないかと思います。患者さん一人一人にとって一番ベストな治療法を選択するということが一番大切になってきます。そのためには早く見つけて、そして、こういった最新のテクノロジーを使った手術が、一人でも多くの患者さんに恩恵を預かれるように、そして、残念ながら、手術にならなかった患者さんにおいても内科の先生、放射線科の先生と共同して、肺がんが治るようにということを、全力で、やっていくというのが今の肺がんの治療の一番大きな特色であろうというふうに考えています。はい、先生本日はありがとうございました。ありがとうございました。肺がんは検査で早期発見が可能となってきています。ぜひ定期的に検診を受けてください。次回は喉頭がんについてです。福原先生に教えていただきます。8月21日から放送、ぜひご覧ください。